職場体験前日の夜、いよいよ明日から職場体験。ドキドキするな。グラントリノ、オールマイトがあれだけ恐れる元担任の方ってことは凄腕のヒーローのはず。でもいくら調べてみても全く情報がヒットしない。一体何者なんだ。そんなことを考えていると、携帯に着信が。誰からって、オールマイト？私が電話越しに来た。やあ緑谷少年、夜分遅くに失礼するよ。どうせ君のことだ。明日の職場体験でプレッシャーを感じているだろうと思ってさ、激励しようと思ってね。オールマイトから直々の激励、ありがとうございます。僕絶対グラントリノの下で強くなります。その息やよし。向こうではくれぐれも失礼のないようにね、絶対。まあ君はその辺心配はいらないと思うんだけどね。オールマイト、本当に怖いんだな。あ、はい、気をつけます。そうだ、この間の体育祭、君ならビデオも撮ってもうチェック済みだとは思うけど、かなり学ぶところは多いと思うからよく見ておくんだぞ。わかりました。ちょうど明日の準備もほとんど終わったので、寝る前に一度見直してみます。うん、でも明日もあるから夜更かししすぎないようにね。じゃあ職場体験頑張って。グッナイト。体育祭のビデオか。終わってすぐに何回か見たけど、もう一度見たら何か新たな発見があるかも。よし、早速。U.A. 体育祭本戦1回戦、毒闇くんと八百万さんの試合だ。お互いレッツストーリー。まずは第1試合、八百万さんと毒闇くんの試合だ。お互いに自由度の高い個性。試合が始まるまでどんな展開になるかわからなかったな。相手は攻防一体の常闇さんですが、こちらのペースに持ち込めれば。想像、積極攻勢が基地か。行けダークシャドウ。はいよ。漆黒の闇に染まるが避けては通れぬ道ですわ。レディークラッシュ。疾風信頼、来い。やろう。でしたら捕らえろ。さらえ、来い。はいよ。さらえ、来い。はいよ。あん、やろう。さらえ、そこだ。奇襲を取れるんだよ。いけ。頂上。暴れてこい。でしたら2頭を追う者は1頭もです。俺のおかげだな。アメージングニューストーリーズ。八百万、俺の勝ちだ。そんな、何もできずに、何も。八百万さんは防戦一方か。悔しかっただろうな。想像するときは意識を集中しなきゃいけないから、少しでも隙があればよかったんだろうけど、八百万さんに想像する時間すら与えず攻め続けた徳闇くん、すごい。かわいい U.A. 体育祭